モイーズの助手として働くウィリアム・ニコル・ニコルプリズムのゲンディーズ、ウィリアム・ニコルから1851年9月2日は、スコットランドの物理学者である。直線変更を得るための工学機器である、ニコルプリズムの発明で知られる。スコットランド、イースト・ロージアンのハンビーで生まれた。おじで人気のあった盲目の科学哲学の講演者、ヘンリー・モイーズの講演の助手を務めることにより、 科学の世界に入った。ニコル自身も研究が認められて、モイーズが没した後の1808年に、エディンバラ大学の講師に任じられた。鉱物の結晶学を研究し、鉱物中の結晶水の研究や、化石の微細構造の研究などを行った。1826年まで、科学的な著作を行うことはなかった。エディンバラで没した。 1815年頃、鉱物を透過鉱で顕微鏡観察するために、資料を薄く切る方法を開発し、化石器の微細構造を研究した。最も知られた業績のニコルプリズムについての論文は1828年に発表された。複屈節を起こす性質を持つ、崩壊石炭結晶を特定の結晶面で切り出し、2枚を貼り合わせるもので、 光学軸に対する偏光方向の一方のものだけを透過させ、もう一方を海面で全反射させて変更を得る方法であり、変更顕微鏡の変更子として広く用いられるようになった。月のリンクルリッチの名、ドーサムニコルはニコルにちなんで名付けられた。ありがとうございます。